浦和競馬11レースプラチナカップ1400です能力偏差値ですが b ランク1等 c ランク5頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。7枠9番アラン・バローズです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層。 3。走前に黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を19上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はオレンジ色の着順が3着で紫の丸が16。0 0 1600が適距離ですが、過去1年、1600以下の出走履歴がありません。1400への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は65で3位です上がり指数は19で12位です まずまずの先行力で好意につけられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠12番、ジャスティンです。能力偏差値は2位で。 偏差値ランクは C ランクとなります金五層では前層に黄色線を上回っています能力的には二番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1200 1200が適距離ですが二層前の紫の丸今回と同距離の1400への距離短縮では低指数となっています 1400は若干長いい可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は74でトップです。上がり指数は31で9位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。 横軸一目盛りが二週間の一開催を表します。今回は、十六週間の休み明けからの叩き二戦目となります。叩き二層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。六枠八番、通車道です。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。 能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が14001400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は69で2位です。上がり指数は40で4位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠3番、アマネラクーンです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前、5層前に黄色線を上回っています。 能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は50で8位です。上がり指数は51でトップです。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は、20週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定二十丸を打った九番の対戦成績は三番に対し一勝零敗、一番に対し一勝零敗と勝ち越しています。九番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った十二番の対戦成績は三番に対し零勝一敗と負け越ししています。十二番の対戦成績にはリスクがあります。暫定黒三角を打った八番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。 評価対象外です暫定白三角を打った3番の対戦成績は12番に対し1勝0敗と勝ち越しています。3番の対戦成績は高評価できます。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは9番アラン・バローズです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離にリスクはありますが展開と枠順と 対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは12番ジャスティンです。能力偏差値は2位の C ランクです。距離と対戦成績にリスクはありますが、展開とレース感覚と枠順を高評価しました。黒三角を打ったのは8番ツーシャドウです。能力偏差値は3位の C ランクです。枠順にリスクはありますが、距離と 展開を高評価しました白三角を打ったのは3番アマネラクーンです能力偏差値は4位の C ランクですレース間隔と枠順にリスクはありますが距離と展開と対戦成績を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや状況などの情報も加味すれば 必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです